私たちバンテックの車に標準装備されている FF ヒーター、こちらの検証をやっていきたいと思っております。快適な温度じゃないかなと思うんですけれども、はい、皆さんこんにちは、バンテック追記でございます。今回のウィークデイバンテックなんですけれども、だいぶ12月で寒くなってきましたよね。この寒くてもキャンピングカー大丈夫ということで、私たちバンテックの車に標準装備されている FF ヒーター、こちらの検証をやっていきたいと思っております。ということで事務所で温度計借りてきました。今の温度が 12.9 度、結構寒くなってきましたね。やっぱりね、これ今 FF ヒーターのスイッチを入れてどれぐらい暖かくなるか、こちら検証していきたいと思います。ということでですね、寒いので室内入ってきました。これからもうすぐ寒いんで FF ヒーターのスイッチ入れていきたいと思います。これ見てください、このダイヤル、標準でついている FF ヒーターのスイッチになります。これをですね、今こっちゼロのところになってるんですけれども、これを全開にブーッと、そうすると緑色のランプついたの分かりますか。これでですね FF ヒーターのスイッチが入りました。あったかくなるまで待ってみたいと思います。本当にあったかくなるんでですね、でこれ私今今回520でですねやってるんですけれども、ジル520とあとジルもそうなんですけれども、コルドだとコルドランディがそうですかね、 FF ヒーターのスイッチを入れるとなんと床下暖房までついちゃいます。うん、このテーブルの下なんですけどね、このテーブルの下の床まであったかくなるので、すごい気に入ってるポイントになってます。音聞こえますか。すごい静かに動くんですねこれ。はい、そして今火が全開で入りました。これまず最初にヒーターは全開までスイッチを入れます。ヒーターを全開までスイッチ入れてから、まあ暑くなってきたらちょっとこう温度を下げていくっていうような調整方法。そしてあとこれ FF ヒーターなんですけれども、前にもちらっと言ったかな、車の燃料を使って火をつけてます。なので給油する必要がないんですね。しかもこれ完全に火をつけているので電気をほとんど使っていない、なのでバッテリーの電気もあまり消費しないということで、じゃあもう燃料使うんじゃどれぐらい燃料使うんですかっていうことになってくると思うんですけれども、石油ファンヒーターがあって、まあずっとつけとくと、あれちっちゃいタンクで何リッターぐらいですかね、ちっちゃいタンクだと思うんですけれども、ちっちゃいタンクでもそんなにしょっちゅうしょっちゅう入れるわけではないですよね。車の燃料は、このカムロードの場合ですと80リッターまで入りますので、そうすると使う量もおのずと分かってくるかなと思います。あとですね、今これヒーターよく聞かれるのが、石油ファンヒーターとか換気必要でしょっていう、よく聞かれるんですね。ああそうですねと。でこうキャンピングカーの場合は換気必要ないんですかって言われるんですが、これについてはですね、基本換気は必要ないです。なぜかと言いますと、この燃えた排気はですね、すべて車外に放出される仕組みになってまして、内気循環タイプで火の煙は全部車の外に出すということで、基本的に換気も必要ありません。はい、ということでですね、ここサードシートの下に実は FF ヒーターの本体がいます。これ見てください。これがですね、FF ヒーターのあった、あすっごい高いです。あったかい空気が出るダクトになってますね。近くは結構熱くなってしまうので火傷に注意ですね。そしてこれを蓋をこうすると温風が出なくなりますので、これはいろいろコントロールできるかと思います。すごいあったかいです。はい、ということでですね、 FF ヒーターのスイッチ全開にしてからですね、おおよそ30分ぐらいの時間が経ちました。外はですね、もうだんだん暗くなってきて、もうもはや真っ暗ですね。気温の方も、落ちてます。でそんな中ですね、結構室内暖かくなってまいりました。じゃあちょっと実際温度の方ですね、この温度計で見てみたいと思います。なんと 20.4 度、すっごい一番快適な温度じゃないかなと思うんですけれども、本当に暖かくて、もうちょっともううと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 し始めちゃいますねこれね。でこれ床下暖房も足すごいあったかくなってきてるんで、体感的にはもうちょっとあったかいかなという気がします。まだですねヒーターの方全開で動いてるんで、これ多分温度はもっともっと上がってくると思います。そしてですね、これ温度が上がってくると内気循環なので
温める空気の温度も上がってきてるんですね。なのでこっから多分早くなってくると思います。はい、ということでですね、そうは言ってもですね、ここあと僕10分いると寝てしまうので、そろそろこの辺りで実験を終わりにしようかなと思います。はい、ということで、今回のウィークデイバンテックいかがだったでしょうか。この FF ヒーターですね、バンテックのキャブコンは全て標準装備についてます。非常に装備としては実は高価なものなんですけどね、やっぱり楽しい旅がですね、もう寒くて出かけられないっていうのはやっぱりもう辛いんでですね、この冬でもバンバン使ってもらいましょうというところもありまして、FF ヒーターバンテックは全て標準装備でつけてますので、はい、このあったかさをですね、お近くの、バンテック正規販売店の方でですね体感していただければと思います。はい、ということで以上バンテック続きがお送りしました。